建物の外周見学もできたのに。呉市歴史民俗資料館もあったのに。入船山記念館の見学は終了しました。特に惜しいのは呉市歴史民俗資料館の館内から眺める呉の景色がなかなかのものだったらしいというところです。20メートル歩かせる気かと職務遂行上の指導はなされないであろう。車寄せを横目に来た道を下っていきます。不自然に埋め込まれている石は何かの礎石だったのでしょうか。正面に見えているのは来た時には素通りした火薬庫です。元からここにあったものではなく呉郡港の裏山にあった砲台から移築した火薬庫です。この時計塔がここに移築されたものですね。高床であっても床は石。敵のスパイはこの杭の内側に侵入してこそなんぼです。これもここに移設された峠の常夜灯。これは呉郡港の裏山にあった砲台から移設したトイレでしょうか。近くまで行って確認しなかったので分かりません。この先に立っている案内板によると、ここに敷き詰められている石は昭和42年に廃線となった呉の市電で使われていた敷石とのことです。呉海軍工廠庁舎の屋根の上にあった時計塔です。時計塔内部にアクセスする扉はもともとあったのか、ここへ移設するのにあたって新たに設けたのか、移築されている東郷平八郎邸離れは素通りです。しかし八郎さんといい三郎さんといい磯六さんといい軍人として名を成す人に長男は少ないのでしょうか。名前を挙げたお三方とも数字と生まれた順番は一致してませんが、長男でないことは確かです。ちなみに東郷平八郎邸といえば、静岡県伊東市には東郷平八郎の別荘だった家が伊東東郷記念館としてそのまま残っているので、東郷元帥マニアの方は呉の東郷邸と合わせて伊東の東郷邸も訪れるといいでしょう。旧呉海軍病院の階段、
階段は通行禁止となっています。青春が駆け抜けていく。男女ペアではなかったようです。この彫刻が目印。呉市美術館別館内にあるカフェで休憩します。メニューです。お店のイラストにはクレが詰まっています。カウンター席に座って美術館通りの松を見ながら待つ間の BGM は広島弁の心地よい調べ。広島弁には男女で違いありでしょうか。たまみちゃんのカフェオレです。猫のクッキーがついて得した気分です。私のゆずスカッシュです。お昼ご飯は食べてしまったので二人とも飲み物だけという細客です。こんなおしゃれなゆずスカッシュが未だかつてあったでしょうか。うまい。全部飲み干した後ストローで引っ掛けて柚子の皮は根こそぎサルベージしてパクパク食べきりました。それが私のアナザースカイ。柚子スカッシュの柚子皮も猫クッキーもどちらも美味しかったとお伝えしておきます。